今日までの命なんだ。何だってやってやるぞ。よりによってわしの店先で暴れよって。ここにガソリンがある。食料と交換してくれ。あんたいい度胸してるね。あんたもだ。しかしあの男が荒れるのも無理はないさ。なんせ奇跡の村の唯一の生き残りなんだからな。あれだけ村に救世主が降り立ってよ、病人に触れるだけで治しちまったんだ。あんた戻れ、殺されるぞ。あんたもあの男と同じ魔術が使えるのか。奇跡の村のことを教えてくれ。その村は歩けなくなった者、病に侵された者が捨てられた、ただ死を待つだけの村だった。だがその村にあの男が舞い降りた。奇跡は起きた。あの男一人のために村は蘇った。その男の名は時と言った。やはり生きていたか、時。だが突然あの男は変わった。やつは俺たちをデクと呼び、まるで実験を楽しむように次々と。村は死に絶えた。バカな。この俺もデクだった。体を疲れ3日で死ぬと言われたんだ。助けてくれ。今日がその3日目なんだ。頼む。あの時が。私にはな、夢があるんだ、ケンシロウ。この世には病に悩む人間が何千何万といる。私は憲法家としてより北斗神拳を医学の一つとして生かしたいのだ。兄さん、ありえない。あの時が殺人鬼に変身するなど。あんた、とにかく助かったよ。あっちの店で一杯おごらせてくれ。あれは時のデクなりたい。まさかこの店でデクなりも。おい、お前強そうだな。俺たちと勝負してみねえか。好きなものをかけていいぞ。なら貴様らの命をかけてもらおう。命をかけろだと？大きく出るじゃないか。おい、この正真正銘のバカの始末は任せ。わしは別のデク候補を探すとしよう。さあ来な、坊や。俺様の筋力は時様の秘術で数倍にアップしている。時の秘術か。ではなかったよ。だが敏捷性はどうか。私は時様によって常人の数倍の敏捷性を授かった。剣士を時のところへ案内してもらおうか。
様、奇跡の村の噂を聞きつけた旅の親子連れが、いかがいたしましょう。ふんふん、よかろう、通せ。時様、この子が助かるのであれば私は何でもいたします。どうかあなたの手でこの子を。わかった、そこに寝かせなさい。はあ、心配するな、あと3時間もすれば目を覚ます。うん、久しぶりだな、ケンシロウ。なぜ、なぜ変わった、時なぜ子供を殺した。そんな俺は変わらん、ただ時代が変わったのだ。時代が医学より暴力を必要としているだけのことだ、ケンシロウ。暴力はいいぞ。お前は昔の時ではない。この技の切れは、ケンシロウ、よくぞ成長したものだ。お前の体で北斗神拳究極の飛行を試させてもらうぞ。時、何がお前を変えたのだ。俺がこの村に着いた時、村に医薬品など何もなく、人々は死に絶えようとしていた。その様を見て俺は確信した。今こそ俺の秘術が生きる時だと。そして俺の力で村は蘇る。ほんの数日村を開けたその時、俺は初めて怒りに我を忘れた。そして気がついた時には、たとえようもない悲しみが俺の胸を突き上げた。俺はこの時悟った。俺の夢など所詮たわごとに過ぎんことを。そして北斗神拳の本来の道はまさに殺人道であること。うるせえ鬼め。見ろケンシロウ、これが新しく発見した飛行、激進行だ。無駄だ、激進行を封じる飛行はない。どうだケンシロウ、実体の神秘を知るには犠牲が必要なのだ。時、その狂気に歪んだか。断じて時ではない。これか、北斗の宿命か。邪気だけでなく、もう一人の兄までも殺さねばならぬのか。俺は貴様の死であり命の恩人だ。貴様の技など手に取るようにわかるわ。最後、せめて祈る。
見えない。全く見えない。そんなバカな。時奥都神拳伝承者の名を背負い、今日まで生き抜いてきた俺の剣を受けるがいい。俺を倒したければ女の体ごと俺を突き破るしかない。さあどうだ。そこまで落ちたか。飛行専用をつい、貴様の体はびくとも動かん。動いてみろ。俺の手で北斗神拳はより強靭になり、より恐怖の剣となる。ではどこの飛行から試してみるかな。剣、その男はお前の兄トキではない。その男の名はアミバ。かつて俺と同じナント聖剣を学んだ男だ。お前の言う通り、俺はアミバだ。ではトキは一体。トキか。この村で奴を襲った悲劇は本当だ。お前ほとほと甘い男。まだまだ剣に戸惑いがあった。それが命取りになったな。今度は北斗神拳に目をつけたか。お前の顔と一緒で一つに落ち着かん。おざけ。誰も俺のことを分かっちゃいねえんだ。俺はどんな剣法でも誰よりも早く習得することができる天才だ。だが誰も認めん。誰も奥義を授けようとはせん。時も俺の天分を認めようとしなかった。それで人体実験を繰り返し北斗神拳を極めようとしたのか。もう一度言う。俺は天才だ。俺が身につけた北斗神拳の前にはその正統伝承者もこのざまだ。こびろこびろ。俺は天才だ。バカめ、お前は知らんのか。北斗神拳の奥義には飛行封じというものがあるらしいぞ。何？北斗神拳の正統伝承者をお前ごときの偽神拳で倒せるものか。もし本当の時が俺をついたなら、いかに俺でも飛行を破ることはできん。時と俺とでは差があるというのか。そんなわけはない。俺は天才だ。誰も俺には勝てん。様だと思ってたからついてきた。だがお前の正体が分かった以上命令は聞かん。
キトキトキ、どいつもこいつもトキ。なぜだ、なぜ奴を認めてこの俺を認めねえんだ。なぜ時になりすました。なぜだと、奴はこの俺様の顔を叩きやがったんだ。奇跡か。そのぐらいのこと俺にもできる。おお、足が悪いのか。どれ、俺が直してやろう。いえ、私はもうトキ様に。心配するな、俺は天才だ。俺に不可能はない。その足を直す飛行はこれだ。間違ったかな。どけ。俺の顔を、天才の顔を。もう大丈夫だ。貴様、この俺を誰だと思ってるんだ。死ぬぞ。ハグ。誰かは知らぬが、生病法は使わぬことだ。この老人の足は時間がかかる。それでか。トキはただの殺人鬼、そして北斗神拳もただの殺人拳。もはや誰も疑わぬわ。貴様は長く生きすぎた。バカめ、凡人が俺に勝てるか。俺は天才だ。デクを使い、すでに新機構のいくつかは究明している。見ろ。さて、どこの飛行からついてやろうか。
言をついた。貴様の足は意思とは無関係に後ろに進む。地獄まで自分の足で歩いていけ。この先が確か。俺が死んだの時の時の居場所がわからんぞ。安心して落ちろ。貴様らに殺される時ではない。なぜ俺がこんな目に。天才のこの俺がなぜ俺が。ああ